ヤッホー、嫁です。ルージャーです。とまずプチ報告なんだけど、この中川麦茶の嫁チャンネルは、まだ YouTube の名前決めてないんだけど、夫婦チャンネルにすることにしました。つい先ほど決まりました。はい。なんでかというと、夫婦でやった方が再生がもう、ゆうたくんのファンが多いわけじゃん。とにかく登録してくれてる人とか基本的に。で、ゆうたくんと撮った方がいい。基本再生回数は伸びる。旦那さんのことは嫌いだけど、奥さんのこと応援してますね。それも一定数いる。それも一定数いるんだけど、でも多いのは、ゆうたくんのファンだったり、ゆうたくんを見たいっていう人がいるから、ゆうたくんの方のチャンネルは基本ボクシングのことじゃん。でしょうがねえ、出てやるよ。そう、こっちはもう、しょうがねえな。いろんな夫婦の事情だったり、育児だったり、違う、それで、少なからず、このチャンネルもね、収益があるわけですよ。その収益をもうちょっと上げたいし、それで、家族旅行とか行けたらいいんじゃないかなっていうので、めっちゃいいね。はい。だそれに伴い、このチャンネルの、チャンネル名を募集いたします。それで、で何の動画これは。だからその話報告と、何話す。何これ。じゃあ夢話す。夢って花の夢。俺が試合して、ああ、どうにかなっちゃった話を。花、めっちゃ夢見るんだけど、やばいぐらい夢見、多分、ほぼ毎日夢見てて、で、記憶に残る夢と記憶に残らない夢があるらしいんだけど、花はほとんど記憶に残る夢を見るの。しかも鮮明に覚えてるんだけど、この間、ゆうたくんの試合の夢を、試合の夢見たみたいですよ。夢を見たんだけど、相手はフィリピン人だったの。で、絶対勝つだろうみたいな感じで、日本で試合してるし、で、ゆうたくんがいつもよくお世話になってる方とかも見に来てくれてて、その会場に。で、はなちゃん、じゃあ、ゆうたの試合まだ始まんないだろうからみたいな、一個前の試合の時点でね、始まんないだろうから、タバコ吸いに行かないとかって言って、喫煙所行ったわけよ、はな。で、わたるくんか誰かに祭り預けてさ、と言ったのね。で、そしたら、麦茶の試合もう始まってんじゃんみたいな感じになって、もう4ラウンド目らしいよみたいな。っつって、最初から見てないわけよ、まずそもそも花も。で、したら、やばいっつって、喫煙所から会場までダッシュで戻ったら、もう、試合のカン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 みたいな、なってて、試合終わった、ゆうたくん勝ったみたいな感じになったら、勝者、なんとかなんとかつって外人の名前が呼ばれてんの。つって、ゆうたくん負けたんだけど、なんでみたいな、見てないから。したら、担架で運ばれてきたゆうたくんが出てきて、もうめっちゃありえない顔で失神したの、本当に。ありえないってか、もう、失神した時の顔真似できないけど、ゆうたくんがよく変な顔とかすんじゃん。白目向いた。そういう感じの、失神。それで失神してて、ゆうたくんみたいな。夢ってさ、現実で起きないことがさ、起きるじゃん、夢の中って。で、また、バンって変わるわけよ、映像が。で、また、ゆうたくんの試合前になったわけ。試合前？そう。でも、花は試合結果を知ってるから、またやり直せるんだってことに気づいて、2回目、それが。で、その時は、ゆうたくんに、ゆうたくん大丈夫だからとか言って、知らねえけど、一緒に入場してんの、花。で、入場してて、で、夢だからね。夢だから。で、ゆうたくん5ラウンド目に、相手のパンチで倒れるから、5ラウンド目マジで注意しといてみたいなことを言ってるわけよ。ゆうたくんも分かったみたいな。花ありがとう、俺行ってくるわ、みたいな。頑張って、つって。次大丈夫だろうって思ったら、次の場面では、その5ラウンド目、急に、電気っていうのあれ、照明。照明？そう。照明が、ゆうたくんの方にブワンって向かうわけ、その倒される直前に。
そしたらなんか、そう、上のライトがね、会場のライトが。で、ゆうたくんその光で目がやられちゃうのよ。で、目がやられて、なんかフラフラになっちゃって、フラフラになってそこでもらったパンチで倒れたの。で、また2回目も、まあ、普通にあの、失神の顔して。そう、で、失神したわけ。で、また同じパンチもらって。あれっつって、じゃあ、ライトが原因かっつって。ねえ、だから、3回目またね。で、ゆうたくん。3回目も。で、ゆうたくんに、3回目は、ゆうたくん、5ラウンド目の何分何秒に、このライトが来るから、うん、その時は違う方向向けとかなんかそう教えてるわけよ。それ分かったっつって、うん、3回目。どうしてもなんか、またライトがどうにもこうにもゆうたくんの目を狙ってくるわけ、その照明が。悪意ある。そう、ダメだっつって、また負け、また3回目、また負けたわけよ。失神して。で、もう、4回目、これダメだっつって、もう、ゆうたくんだけでは制御できないって思って、はらもう照明係になっちゃって、4回目は。で、照明とこまで行ったんだ。そう、終わるどけっつって、照明絶対こっからいじんなっつって、照明係になったら、5ラウンド目、ゆうたくんが相手に、を倒して KO 勝利。嫁のその執着心、勝利への旦那に対しての勝利への執着心がすげえなっていう夢を見た。じゃあ一生3敗だったわけね。そうでも最後に勝ったから OK よって。そうなの。夢は何回でもやり直せるんだっていう。夢でそんな巻き戻ることある？やるるるんつって、わかる？ドラマでさ、こう元に戻るシーンとかあるじゃん、巻き戻されるシーン。わかんない。わかんない、ドラマ見ないから。あるよね。コメント欄教えて。たっちゃんわかる？ドラマでさ、あのもう一回じゃあやり直そうみたいな、例えばそういう場面でさ、巻き戻しのさ場面ってあるのよ。前の場面、そうビュー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 ビュって、あるあるある。お前ドラマ見ねえから。映画とかある？そう、あるある。俺マジ夢覚えてない。違う、夢でとかじゃなくて、そういう、夢さ、あんま見ないからかな。たち夢見ない？見る、うん、夢見ないんだ、ゆうたくん。相当熟睡してんのかな、それって。でも、縁起悪いな、お前。俺が負ける夢見るなんて。いや、ほんとだよね。でもね、花の夢って、絶対正夢になんないの、毎回。浮気した夢とかも、超、週1ぐらいでは見んだけど、全然、正夢、その、同じ場面の浮気がバレたことないの。そう、まあでも勝って終わってるからね。そう、結局ね、原因がフラッシュとか。まあでも結局お前花のおかげで勝ったけどね。いやいや、花のおかげっていうか、その照明だろ、悪いのは。照明はさ、でしかも最高ホワイトだったの。あ、そうなの。うん、だから最高ホワイト、あのなんかこう照明ね。そうあるね。でかいじゃん、しかも最高ホワイトの会場って。だから後楽園ではまあそういう照明問題はないと思うんだけど。よくそんな夢出てきたね。いや、すごいよね。でも花の夢って結構変わった夢多いんだよ。だっていつもなんかうなされたりさ、あるでしょ、花。喋ってんでしょ。いや、こいつマジで一生喋ってますよ。寝てる時ずーっと喋ってるから、もう俺も慣れすぎて無視でしょ。もう反応もしないけど、ずーっと一人で喋ってる。怖いだろ、普通に。ずーっと。なるほどね。っていう話。それ危ないよとか。それもう明日でよくねみたいな。お前ふざけんじゃねえ。お前ふざけんじゃねえよ。夢で言ってますか。と多分ゆうたくんかたっちゃんにめっちゃキレてんだろう、そう夢の中で。花でもまあその失神のあの夢も結構衝撃的だったけど、まあ。ここ最近で夢で一番衝撃的だったのはもう一個あるけどね。あれだろ、それは聞いたわ俺。それは聞いた。でも話して、話していいのかな。怒んないかな。俺ツイッターでも言ったもん。なんかね、もうマジ超しょうもないんだけど、あの弟いるじゃん、ゆうたくんの抹茶ね。抹茶とゆうたくんと花とまたつきとかいて、花のママとかもいて、みんなでなんか団らんみたいな感じでしてたわけ、喋ったりして。なら急に抹茶がズボン脱ぎ出して、パンツも。いや、その時点でおかしいんだけど、なんか普通なのみんな。花だけその時点でずっと笑ってるんだけど、
あのコチュジャン分かります？みんな赤いパッケージのコチュジャンを片手にこう手をドルンって入れてコチュジャン大量になってそれを抹茶のあそこに塗りたくるっていう、もうワセリンでも塗ってるかのごとくね、顔に塗るかのレベルでドゥルンドゥルンに真っ赤になってるわけ。でもこれね、でも花がね喋ってもね面白くないっていうか、あ、こう見せてあげたいみんなに、実写版実写版でやりてーって感じなんだけど、まあ、絶対抹茶がね無理っていうから、とりあえず寝てたら花がめっちゃ爆笑し始めて、で何何って聞いたら、それはさすがに反応するじゃないですか、めっちゃ爆笑するえ、しかもありえないぐらい笑ってたんでしょ、急に渡くんがチンコにコチュジャン塗り出したとか言ってめっちゃ爆笑してるから、違う、しかもさすがに面白かった、あれは。しかもゆうたくんとか夢の中ではね、たっちゃんとかで、うちのママに関してはうちのママのゼロ距離の顔面のとこでコチュジャン塗ってんのに、みんな無なの、なんか普通みたいな、普通のノリだから、なんか花だけ夢の中でも笑ってて、そう、なんでっていう、でもなんでこう、こっちゃじゃん、うますぎる、絶対痛いだろ、普通に。じゃあ今度からもう花のさ、夢シリーズ化してこいよ。夢結構だから、そのなんかね、でもね、なんか俺も前、こういう夢見たとか結構、あのもう忘れたけど、結構面白いですよ、こいつの夢シリーズ化していこう。面白い夢見たら、ね、たっちゃんの夢も俺の夢もシリーズ化していきたいと思います。はい、ということで、俺はあんま夢覚えてないんだけどね、ということで、夫婦チャンネルなので、これからはよろしくお願いいたします。バイバイ。ではバイバイ。タッチを止めて。